はい、まずさん。はい。AKB って募集してるじゃないですか、今。17期生ですね。そうです、17期生の募集が始まってると、はい。いよいよ、もう5年ぶりらしいですよ。なんですけど、はい、肝心な NGT。はい。どうなんですか？ NGT ね。まあ、一向にこう、研究生募集はされてないですけど、はい、自分的には正直まだかなっていうふうに思ってて。なんで？っていうのは、数年活動がそんなにね、できてなかったじゃないですか。あ、はいはい、2年、3年ぐらいは。そうですね。長いですね。そうなんですよ。その間に2期生とドラさんのメンバーなんかは、はい、すごいもうその時期が長くて、はい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 、他の AKB の同じ同期の子ってもう選抜に入ってたりとか、どんどんしていく中で、はい、ようやく活動が久しぶりにでき始めて、うんうんうん、活動がこう徐々にでき始めて、ちゃんと選抜に入ってきたりとか、うんうん、センターに大林さんになったりとか、ここ最近でようやく2期生だったりドラさんの活躍が見えてきたっていうふうに思うんで、はいはいはい、だからそれを考えるとまだ新しい子入れてわーってなるよりは、2期生とその今いるドラさんのメンバーがもうちょっと活躍して、こうセンターだったり選抜に定着してかないと、次取ったとしてもなんか中途半端な感じになるんじゃないかなとか。すぐ欲しいですけどね、はい、自分の考えからするとちょっとまだやんない方がいいんじゃないっていうふうに思う。うーん、っていうのはその行ったらまだそのなんていうんですかね、ネガティブな話題があるわけじゃないですか、はいはいはい、だからそれを考えると、募集始めますって言ったところでいわゆるアンチみたいな人が出てきて、はい、っていう話もなってくると思うんですよ。なるほど。だからもうちょっとその地道に活動 しないとちょっとどうなんだろうなっていうふうには。だって卒業、荻野さんもそうだし山田さんもそうだし小宮沙羅さんも卒業するしっていう、卒業メンバーはどんどん増えちゃうわけなんで、はいはいはい、どんどん人がいなくなるわけじゃないですか。で、新しいメンバーもやっぱそろそろ増やさないとってなると、うん、ただあんまりやっぱまだね、 NGT でも徐々にその新潟県内では活動できたりとか、はいはいはい、シングル出したりとかできてますけど、うん、やっぱあの話題っていうのは強いんですよね。ああ、今でも上がってる、ね。そう、だからそれを考えると、募集して応募する人がどれぐらいいるのかっていう、その難しいところも。確かに。入って本当に大丈夫なのかっていう、いなくはないと思うんですよ。うん、はいはい、もちろん。ただ、その、難しいところが多分そこにあって。うん、本当に大丈夫なのっていう、まだその不安感。信用がね、回復できてないよっていうところがあるんですね。そうなんですよ。だから信用がどのタイミングで回復できるのかってなかなかね、はいはいはい、難しいですけど、だからそこを一気にかじけるのがどこになってくるのかっていう。それが1年後なのか、2年後なのか。もしくは運営の、もしくは運営の判断でもう、今すぐにでも本当は入れたいっていうのは多分ファンもみんな思ってることなんで、うん、っていうふうには思うんですけど、まあ自分はそう思いつつ、やっぱまだ2期生とドラソンの活躍、他のグループ同期と比べるとちょっとまだ弱いよなっていうふうに思うんで、はいはいはい、うん、多分これはいろんな意見が出てくるんで、はい、ちょっと皆さんどういうふうに感じてるのか、うんうんうん、まあ自分はちょっともうちょい先がいいんじゃないっていうふうに思うんですけど、いや今すぐにでもっていう意見があるのは絶対あると思うんで。絶対あると思います。いろんな意見が多分、うん。そう。だから、そういう人はどういうふうに考えてそう思うのかっていうところをちょっと自分は知りたいなっていう。知りたいですね。はい。うん、なので、ちょっとぜひ皆さん、その辺コメントをお待ちしてます。はい。はい。そんな感じでおります。